日本では電磁砲の開発が進んでいるそうです。電磁砲と言われても何のこっちゃと思う方もいらっしゃるでしょう。要するにレールガンを日本語読みしたものですが、漢字表記されるとちょっとかっこいいと思いませんか。今回の主題は65億円の予算でレールガンの開発に取り掛かったという件について見ていきたいと思います。現在はどの程度まで完成しているのでしょうか。レールガン電磁砲が完成すると、極超音速キラーに変化するそうです。理論はおいおい説明しますね。ネックになるのが、やはりサイズです。つまりは、小型化と省電力化が重要ということでしょう。防衛省では、2022年度防衛予算に、レールガンの研究開発費として、65億円を計上しました。電磁力によって、極超音速、超音速以上のスピードで、弾体を発射する兵器です。電磁砲以外にも、ゲームチェンジャーとなり得る兵器を早期に実用化する予算として、84億円計上しましたが、その一部を、電磁砲用の電源開発費に充てると言っています。電磁砲は2027年度以降のテスト運用開始を目標としているそうです。電磁砲ですから、その字の通り高電力が必要なんだそうです。ゲームチェンジャーとは、もともとは途中交代して試合の流れを一気に変えてしまう戦士のことを指していましたが、そこから転じて今までの世論や状況を変えてしまう人や物を指すようになりました。文字通り、ゲームの行方を変える意味でも使用されますが、軍事の世界では、戦争の流れを変えるものということでしょうね。レールガンは、EML、エレクトロマグネチック、ローンチアーとも呼ばれ、日本語での呼び名は、前述の通り電磁投射砲、電磁加速砲などです。難しい字が並んでいますが、その原理は意外と単純で、以前から漫画やゲームなどには空想の兵器として登場していました。電気伝導が良い素材で作った2本のレールの間に弾体を置きます。そして、レールに電流を流して磁界を発生させて、弾体を移動させて発射するとのが原理だそうです。つまり、科学の授業で習ったフレミングの法則が基本原理ということです。左手の親指、人差し指、中指をそれぞれ直角に伸ばす覚え方を誰もが学校で習ったのでは？さて、弾体を打ち出してターゲットに当てるために火薬の爆発力を使うのが現在の火砲です。しかしデメリットがあります。火薬が爆発し燃焼することで熱エネルギーが発生するのですが、この熱エネルギーすべてを弾体の発射エネルギーに変換することはできないのです。効率が悪いんですね。しかも、弾体の発射スピードが火薬の燃焼ガスの膨張スピードより速くはならないので、爆発力最大とされる最新火薬を使ったとしても、弾体の発射速度は2000メートル毎秒、約マッハ 5.9 が限界と見られています。これと比べると、レールガンではまだ実験段階なのですが、マックス8000メートル毎秒、約マッハ 23.5 の発射スピードを出せるものが開発されています。防衛装備庁がこれまでに試作したレールガンでも、マッハ7に近い2297メートル毎秒というレコードを出していますから、将来的には、極超音速ミサイルスピードを大幅に上回る超高速レールガンが開発できる可能性があると思われます。
アメリカ海軍の研究によると、レールガンは 200km 以上の長射程でも射撃可能とされています。これも極超音速兵器を迎撃する上でかなり有効と考えられますし、火砲やミサイルと比べた場合のメリットは、理論上は連射が可能ということ、射撃装置が軽量なので、艦船などへの搭載もできることなどあります。そして、個人的には、これが一番のメリットではないかと感じますが、発射装置や弾体のコストが大幅に削減できるということです。というのは、地上の移動車両や艦艇に、膨大な数のレールガンを配備しておくことによって、飛来する敵の極超音速兵器より、多くの弾体を同時に発射すれば、現状の対空ミサイルによる防衛網よりは、はるかに迎撃力が向上すると思われるのです。合算しても、一発数億円もするミサイルの価格と比べたら、ずっと安価だと言われます。しかし、物事には、表と裏、メリットとデメリットがあります。レールガンには、いいところばかりではありません。弱点も当然存在します。一番深刻な弱点は、何と言っても、動力となる電力です。弾体を、極超音速で発射するために、超大容量の電力が必要なのです。一例ですが、アメリカが開発してきたレールガンでは、弾体一発を発射するのに、25MW、2500万W の電力が必要と言われています。海自の護衛艦の中で、最大の発電量を持つ出雲、片護衛艦でも1360万W しかありませんから、護衛艦にレールガンを乗せるためには、それ専用の発電機も乗せなければならないのです。スペースも含めて、そんな余裕はありませんね。二つ目の弱点は、電気を通して、弾体を飛ばすレールです。理論上、弾体のスピードは、電流が作る磁場の強度と、レールの長さに比例するらしいのですが、実際には、レールと弾体が接しているので、弾体がスピードアップすればするほど、摩擦力が大きくなってしまうのです。結果的に、熱エネルギーとしてのロスが増えてしまうことになります。そして、摩擦による摩耗も問題です。今の素材では連射は難しいとされ、伝導性が良くかつ摩耗に強い素材を開発することが実用化には必要不可欠と思われます。アメリカは日本より早くレールガンに着目して、研究を進めていましたが、2022年会計年度の軍事予算には、レールガン開発経費は計上されていません。日本では、防衛省が2022年度防衛予算へ、レールガンの研究開発予算を計上しています。そのため、アメリカでさえ中止した、レールガン開発をどうして進めるのか?という疑問の声が上がっているそうです。実際には、アメリカ軍は、レールガン開発の限界を感じて、手を引いたというわけではありません。現時点では、超高速飛翔体を火砲から発射しても、ほとんど、効果には変わりがないことがわかっているので、高電力発電機をわざわざ開発してまで、艦艇に搭載する意味がないと思って、今は艦載することを諦めたと理解した方が良いと考えます。別の方向から見ると、アメリカは中国の軍備増強へ対する予算を割り当てる必要がありますから、電磁砲の研究開発は、発電装置や蓄電池技術などの分野では、アメリカより優れた技術を持ち、耐熱素材開発にも進んだ技術を持つ日本に研究開発を任せたのではないかという見方もあるそうです。技術力を評価されているのか、先発隊として働かせて、後から果実を持っていこうとしているのではないか、
と憶測してしまうのは筆者だけでしょうか。防衛省は、令和3年の事前の事業評価という論文の中で、将来レールガンの研究として、極超音速誘導弾への対処として、レールガン使用による対空防衛に言及していますが、それ以外にも、艦艇、もしくは地上の目標に対する回避困難な打撃を与える兵器として紹介しています。それによると、レールガンから発射される高速度弾丸が艦艇を侵せ鉄できると紹介されています。侵せ鉄という言葉は、あまり見慣れない単語ですが、弾などが装甲板を突き抜けて、裏面に突き出したり、あるいは、または、装甲や甲板の裏に、光線が通過する程度の穴が開いた状態のことらしいです。つまり、貫くという意味だと思われます。迎撃用対空ミサイルや近接防御火器システムなどによって、亜音速対艦ミサイルは、撃ち落とせる可能性が高いのですが、長射程で高速で発射される小さな弾体は、防御兵器では撃ち落とすことではできません。ということは、その大きさゆえに、動きの鈍い艦艇では回避困難になるので、艦艇攻撃に有用であるという結論に達しています。つまり、バラバラと小型の弾が雨のように降ってくるという状態なのでしょうか。仮に着弾して爆発しないで、甲板などを貫通するだけでは効果がないという声もありますが、小さな弾でも、極超音速で貫通すれば、大きな穴を開けることはできます。近代の装甲の薄い軍艦では撃沈できなくても、戦線離脱に追い込めれば、被害を与えられると見られます。日本が、なぜ、電磁砲開発を急ぐのか。理由は言うまでもなく忠告です。中国は、極超音速誘導弾の開発を進めているのですが、やはり、レールガンの研究開発も進行中で、2018年に4000トン級揚陸艦にレールガンのような大口径砲と発電装置のような大きな装置が設置されている写真が撮影され、インターネット上で話題となりました。もし事実ならば、中国でも、レールガンの有用性が認識されていると推測されますから、日本が開発するのは無駄ではないと思われます。